まずは見事 J1 昇格おめでとうございます。ありがとうございます。試合を終えて今の率直なお気持ちはいかがですか？そうですね、嬉しいですね。ただそれだけです。はい、まあ、フラッシュインタビューでは目が潤むシーンも見られましたけども、どんな思いがありました？何より怪我して試合に今年出られへんのちゃうかなって思ってたから、ね、最後ピッチに立てて嬉しかったっていうのと、立てるようにしてくれたみんなのおかげやなと思ってました。来年からは J1 での戦いが始まりますけども、どんな1年にしたいですか？まあ、ちょっと来年の1年のことは1回考えんと、今日の勝ちとか1年間の思い出とかっていうのを早くバス行ってみんなで喋りたいです。今日はゆっくり休んでください。はい、まあ、今日たくさんのサポーターさん、雨の中応援に駆けつけましたが、今シーズンも一緒に戦い抜いたサポーターの皆さんへ最後一言、メッセージをお願いいたします。まあ、優勝して上がると言って、あんまりそういう優勝できるかっていうところを味わわすことができなかったので、サポーターの皆さんにはそれをじゃあ J1 でできたらって思うし、もちろんそんな甘くないっていうのを僕ら分かってる中で、そういう強いチームになっていくっていうのをサポーターとして支えてほしいし、これから一緒に共に強くなっていきたいなと思います。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。